ポーランドアンジューアサは、ハンガリーアンジュー家によって1370年から1399年まで続いたポーランド王国の王朝。アンジューアサと呼ばれる王朝の一つである。分裂著しかったポーランドは、ブアディスワフ一世短明の下で再統一される。しかし、ボヘミアのヨハン盲目王及びその支援を受けた、ドイツ騎士団の猛攻にさらされており、 それは息子カジミエシュ3世代王の時代にも変わらなかった。そのような状況下、仲裁に入ったのが、ハンガリー王カーロイ・ローベルトである。カーロイは、カジミエシュ3世の姉エルジュビエタと結婚しており、傍聴一いハプスブルク家に対抗するために、ハンガリー・ポーランド・ボヘミアの三カ国連合が必要だと考えていた。そして1335年、カーロイの圧戦下で、 カジミエッシュ3世とヨハンは和解した。カジミエッシュ3世は4回結婚したが、女子しか儲けることしかできなかった。そこで、カーロイとエルジュビエタの息子ラヨシュ1世を後継者にした。ラヨシュ1世は、王い継承権を得た代償として、カジミエッシュ3世の旅重なる外政への膨大な援助を余儀なくされた。もっとも、カジミエッシュ3世は、竹よりも、 冒険でも同じピアスト家に相続させたいと考えたのか、1370年に死去する直前に、女系の孫である、スープスクコをかしこトラヨシュ一世との間で分割するよう遺言した。しかし、王国が再分裂することを恐れたシュラフタは、かしこに、王位放棄の代償として、ドイツ騎士団からの返還予定地である、ドブジンを与えることで納得させ、 ラヨシュ一世は、ルドビク一世として晴れて、ポーランド王に即位することができた。ルドビク一世は、その関心をもっぱら、バルカンやナポリに向けていたので、ポーランドは母、エルジョビエタが統治することになった。ポーランド貴族はこれを後期と捉えて、ルドビク一世から、多大な特権を得ることに成功している。1355年に発行された、ブダの特権は、貴族。 聖職者階級からの新税を免除するものであった。加えて1374年の特許上では貴族及び騎士が有する農地で働く農民が払うべき、スキ税の軽減が定められ、騎士や聖職者への手当も支給されることになった。結果、貴族の力が増大して王権が弱体化し、四世紀後に王国は滅亡に至ることになる。また、 相対的には、ハンガリーとの連合は、ポーランドに利益をもたらすどころか、損害しか与えなかった。ルドビク一世は、カジミエシュ三世が心血注いで獲得した、ハーリチ地方を、ハンガリー領に編入したり、シロンスクをボヘミアに、返境の係争地を、ブランデンブルク編京迫に割上したからである。当然のことながら、ポーランド国内では、 激しい反発心を引き起こし、1376年の暴動では数十人のハンガリー人が虐殺されている。1382年にルドビク一世が死去すると、ポーランド貴族の反発心は一気に爆発する形となる。ハンガリーとの連合解消とヤドビガの衰退、ラヨシュシゴは、その年長の娘周りや及びその言い名付けである。 ルクセンブルク家のジギスムントが共同統治を行うことになっていた。しかし、両人ともポーランドの敵であるドイツ騎士団への親近感を隠すことはなかった。そこで、ポーランド貴族の中でもマボポルスカ一派はマーリアの妹であるヘドビグを女王に選出した。他方、ビエルコポルスカ一派はマゾフシェピアスト家のシェモビト4世を選出し、内戦が勃発する。 結局、ヤドビガが、ハプスブルク家のビルヘルムとの婚約を破棄し、シェモビト四世と婚約することで両派の和解が行われた。そして1384年にヤドビガの退官式が行われ、ハンガリーとの連合は完全に解消された。リトアニアとの連合をヤドビガをしたマオポルスカ一派は、その結婚相手を別に探していた。それが当時、 ベラルーシ・ウクライナをも支配下に置いた最大最後の異教国リトアニアであった。ポーランドとリトアニアの関係はすでにカジミエシュ3世がリトアニア大公ゲディミナスの娘と結婚することで始まっていた。ドビが即位時のリトアニア大公ヨガイラはキリスト教への改修を考えていた。そのような時期にヨガイラに対してポーランド貴族から ヤドビガとの結婚が要請されたのである。同時期に、ヨガイラには、モスクワ大公ドミトリー・ドンスコイの娘との縁談も、あった。ヨガイラは熟慮した結果、ヤドビガとの結婚を選んだ。1385年にクレボの合同が結ばれ、ポーランド・リトアニア間の連合及び全リトアニア人の、キリスト教会集が定められた。翌年に、ヨガイラは洗礼を受け入れ、なお、 ブワディスワフと改め、ヤドビガと結婚して、ポーランドの共同統治を始めた。なお、もう一人の無子候補であった、シェモビト四世の娘であるツインバルカは、ビルヘルムの弟、エルンスト・テツコーに嫁ぎ、神聖ローマ皇帝フリードリヒ三世を設けている。内外政策、ヤドビガとブワディスワフの統治に反感を持つ者は、国内外に多数いた。その一人が、 マオポルスカとビエルポルスカの間の環状線を支配していたシロンスクピアスト家のオポーレ港ブワディスワフ・オポルチクであった。オポーレ公はポーランドを分割してハンガリーとドイツ騎士団に献上しようと企んでいたが、ヤドビガはその野望を阻止し、オポーレ公の領土を王領下に置いている。また、ハンガリーでもマーリアの即位をめぐって内戦が起きていたが、これに乗じて、 ハーリーチを奪回し、その支配下にあったモルダビアをポーランドに侵入させることに成功している。国内においても、ヤドビガーは、事前、文化事業を積極的に行った。特に資材を投げ打って荒廃していたクラクフ大学を復興させた。死去1399年に、ヤドビガは娘を出産したが、母子供に命を落とした。ハンガリーを相続した。 マーリアもこれに先立って、ジギスムントとの間に子を残すことなく死去したため、アンジュ家の東欧支配は、女系の血統でも続かず終焉を迎える。しかし、ヤドビガの築いた石爪は、ヤギエを朝にも生かされ、ポーランドは黄金時代を迎える。ありがとうございます。